それではニュースです。クレーンゲームフェス内部告発。景品が獲得されないよう日常的に裏操作していました。サイバーステップが運営するオンラインクレーンゲームトレバについて現役従業員らが内部告発。詐欺だと言われても仕方がないなど運営の実態を語った。何回目かにアームのパワーが強くなるという歌をすると、その代では 1% しか景品を獲得できないという代まであって、このニュースを見たほとんどの方が何を今更と思う方がいっぱいいると思う今日この頃。新年明けましておめでとうございますです。担当者の表記を疑うレベル。独自マイナンバーカード携帯ショップでも申請。政府検討充実対応で普及促進。政府がマイナンバーカードの普及促進に向け、携帯電話のショップでも申請手続きができるようにする方針で検討しているのが2日分かりました。一般国民様の何にでも使える個人情報を一企業にお願いすると、これは政府が責任を持って個人情報が流れるとお墨付きつけていただいているということで、皆様どんどんご気軽に個人情報を晒して被害に遭いましょう。携帯会社様も信用と安心の流出保証付きですよ。それじゃあラビちゃんニュースをお願い。あいや、司法核請求業者とんでもない相手に請求してしまう。わらわら、とんでもない人だいや、とんでもない人に請求しちゃってる。何ですかこれ。人にこんなの送りつけて知りませんっていうのは頼むわけない。それは聞いてください、裁判所の方に。じゃあ公認した覚えて何でですか。法務省ですけど。法務省はどなたですか。副大臣です。おばちゃん、この核石詐欺業者冗談だと思ってるよ。多分信じないでしょうね。せっかくお近づきになれたのに、本物なの嘘でしょと思われてたら悲しいじゃない。あと5回ぐらい電話してあげたらどうかな。画像ヨドパシの PS5 自由販売に参加したゲーマーの皆さんがこちら。わらわら、ゲーマーってなんか仕事しなそうなおっちゃんばっかりじゃん。え、全員おっちゃんよ。え、どういうこと。転売屋の皆様方に雇われたおじちゃんたちかと思われます。これはひどい。こういう情報ちょこっと入った瞬間に、そういうなんていうの、並んできてくれるっていうおっちゃんとかはもういっぱい確保しといて、でレッツゴーって言うんで買ってきてもらって転売すると、流れ作業ができてんじゃん。だからこういうゲリラ販売の時って店頭に大きな皆様方、他のみんなもこの PS5 を欲しがってますのでっていう書き込みじゃなくて、熟したお友達の皆様に書いてみた方がいいんじゃないのかな。ラビちゃん熟しすぎてるわよ。画像怖い上司に大好きだよーと LINE 誤爆したらまさかの返信が。お休みのところすまない、あさっての〇〇さんとの打ち合わせなのだが、〇〇くんが別件で行けなくなってしまったので〇〇くんに同行してほしい。詳細は明日出勤した時に話すので出勤したら声かけてくれ。俺も〇〇〇のこと大好きだよ。すみません、送信先間違えてしまいました。あさっての件承知いたしました。恥ずかしい。これ恥ずかしいぞ。大丈夫だよ。それじゃあよろしく。大変失礼しました。明日。〇〇くん、今日は君にお礼が言いたくて連絡した。実は先日、君が送ってきた彼女への LINE を見て、しばらく妻にそういった言葉をかけてなかったなと気づいたんだ。恥ずかしい話だが、最近あまり妻との関係も良くなくてな。それで思い切って今の気持ちを伝えたんだよ。
そしたらとても喜んでくれて、それから会話も増えたんだ。本当にありがとう。お礼なんてやめてください。僕もただ間違えてしまっただけで、そんなことになるなんて想像していませんでした。ねねね。最近、丸々さんなんか機嫌いいよな。今日鼻歌歌ってたぜ。なあ。でもそのおかげで変な緊張しなくなったし、俺は嬉しい。わかるわ。普通にいい人なんだけど、話しかけてない雰囲気あったからな。そうそう、きっといいことあったんだろうね。職場の雰囲気良くなったし、また飲み会でもしようぜ。それいいな。ちょっとみんなに声かけてみるわ。うん。俺も店探すのとか。ねね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 ね。素敵な話じゃない。素敵な話じゃない。この感じからすると確実に上司は奥さんとパコラビちゃん、シャラップよ。それ以上はダメ。え、だってこの天敗ラビちゃん、シャラップよ。浮気は黙らっしゃい。ラビンちゃん、何か過激なニュースないかしら。あいや、やらかす中国政府アプリ、個人情報ダダ漏れ、有名人の被害相次ぐ。新型コロナウイルス感染予防策として中国政府が開発したのは健康行動、健康っていうアプリで問題が起きています。そもそもこのアプリは非常に雑なシステムなので、簡単に一般人以外の芸能人の顔写真と PCR 検査結果が漏洩し、個人情報までもがネット上で流れ、さらにはその情報が売られるなど問題に問題を呼んでいます。必要情報を入力すると、感染リスクの大きさが3段階で表示されるもので、公共の場所を訪れたり、飛行機や鉄道などの公共交通機関を利用したりする際に提示を求められます。グリーンの QR コードが表示されれば入場や乗車などができる仕組みとなっています。個人の PCR 検査結果が分かるというものになっているもので、アプリを介して国民に割り振っている身分番号として登録されている顔認証が合えば、当該人物の
顔写真付きの PCR 検査結果を見ることができます。このシステムを突破する者が現れ、有名人の個人情報が盗まれるなど被害が続出しました。当局は対策として個人情報にはモザイクを表示して見えないようにしましたが、顔写真にはモザイクが貼り荒れておらず、有名人の場合は顔写真だけで個人を特定することができるため、モザイクを外す第三者が情報収集し販売しているのではないかと考えられています。個人情報を売っている側は有名人の顔写真を集めたセットで30円程度で販売しているそうです。安っそんな安く売られてるの？大量に売ってるからこの金額でも相当なものをザクザクらしいよ。まるで中山美穂じゃない？中山美穂？どういうこと？ザクザクさせてよ面白くない。販売してる側ってどんな風に売ってるの？簡単に見つかるみたいだよ。ぜひ見てみましょう。感情化されてなんでこういう悪いことすぐ思いつくの？お国がやってても漏れるものは漏れるのよ。その点日本は安心よね。そうだね、日本はこういうことはないと思うよ。マイナンバーカード今度携帯会社にある。あ、私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの？そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京シリクラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら？